はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました、バイナリーオプション世界スペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在、ズルトレーダーは FX 統一となっています。でですね、今回、私のね、開発するインジケーターの成績でしたけれども、勝率70%の分析ではタイでした。土曜日行ったところでやめましたけど、0時ちょっとぐらいでね、0時までにはやめましたけれども、まだ朝方残ってましたけども、そこで停止しましたけれどもね。月曜日からぶっ続けで金曜日の終わりまでね、やりましたらタイでした。まあ、いい時は8000ぐらいプラスになって、それからゼロになっちゃいましたね。勝率75%は水曜日から途中から始めて、2、3000円の利益でしたね。それで、設定方法は70%、75%で、75%の方が勝率がいい方が稼げるということでね。インジケーターのがね、別に勝率がいいからっていうわけじゃないんですよ。数が投資が少なく減る。また投資数が、だから、が減るんで、再現性が少なくなるんですね。だけども、75%の方が良かったということで。じゃあ80%、85%、あと100%やったらいいかということですね。それで考えまして、85%以上か100%でやる。の勝率の分析でね、するかですね。と考えまして、今日も土曜日ですね、もうこちら100%の勝率のね、こちらですね、20日、お昼になります。でね、こちら100%で取引が約6日ぐらいですね。5日ですかね。5日ぐらいでの分析でデータで3回、4回、3回、8回あるんですね。100%の勝率はね。で、これで投資したらいいんじゃないかということでね。シグナルね、考えてます。85%もあるんですけどね。これでいつも投資したら100%ね。これ3回以上で分析してんですね。で、100%の4回。週に大体だから3回、4回、3回、8回あるわけですね。投資する数はね。で、これだけの通貨、17通貨で、4つしか出てないんですね。稼げる通貨国はね。ね。だ、これで投資して稼げたら億万長者だなということでね。とにかく勝ちコツはいいわけですから、このシグナル通り投資してればいいわけです。いくらでも投資して、お金がね、資金がある、だけ投資すればいいわけですからね。で、稼げると分かればね。で、これをね、いこうと思います。で、こちらの方はね、CPU ファンがね、壊れたらしくてね、こちらの方とこちらの方とタブレットの PC 使おうと思います。あと、ファンがね、値上げして高いんですよね。で、今ちょっと置いといてます。で、この100%の勝率で投資したらいいんじゃないかということだね。ちょっと頑張ろうと思います。勝率100%ね。私ちょっとお茶をね、こう、飲みながら。日本茶。これでいいんじゃないかなと思いますね。多分ね、これも、ちょっといいぐらいじゃないかと思うんですけどね。この100%でね、投資したいですね。ということでね、インジケーター100%、ハイアンドロー社の15分足ですね。まあ、だいぶいい成績が出るようになりました。おかげさまで。
自動 RSI も自動調整でね、18周期の83の17って書いてるんですけど、左上。で、次はね、いくつか見えないけど、89の17ですね。次、3番目、17の83の17周期。これがね、調整が、ちゃんとできることが大事でね。他見つかってないんですよね。だからね、ここら辺でね、周期を見て、RSI のね、周期、調整でだいぶ性能が良くなりましたね。まあ、こんなことでいいんじゃないかと思うんですけどね。うん、どうもありがとうございました。ちょっと調整するのはね、この幅が結構狭いんで、110と105と100でしょ。200ぐらい見てて平気なんだなぁということでね、ちょっと見てみたいと思いますけどね。どうもありがとうございました。これで稼げなかったら大変でね、年金もらわないと、大変なことになっちゃうんで、安い年金になっちゃうんですね。これで稼げないとね。まあ場合によって年金もらうようになっちゃったら、これで稼がなかったらね、年金もらってて仕事してりゃいいですかね。ね、稼げるチャンスをずっと見ると。最低年金になるんでめちゃめちゃ安いんですけどね。もしこれで稼げれば、なんとか安心。今年いっぱいにも稼げないとダメなんですよ。生活費がなくなっちゃう。そうするとね、60歳で僕還暦年金もらわないといけないんで、65までいかないで年金もらっちゃうと安いんでね、非常に危機ということですね。 100% で頑張ろうね、ということでした。